緊急企画カッパー延長グッズ第6弾東京オリンピック記念グッズ販売開始のお知らせです7月11日日曜日までの3日間期間限定販売となっておりますのでお早めにどうぞはい、えー、カッパー,ジーブ5ロカッパー延長ですじゃあこの動画でもね、えー、この熱海のうんと土石流、えー、今度はねこの被災地のまあいろいろなんだろうなこのなんだろう なんで、ん何この森土のこの元所有者がね、やる気はないと称してこの土砂災害の土砂撤去を拒否していたっていうね、えー、そういう話が発覚したりとか、あとやっぱりこの被災地にね、必ず毎回どこでもね、毎回毎年毎回必ずね、湧いて出てくるこのね、火事場泥棒ですよね。 空き巣対策。やっぱりパトロール強化してるそうです。この熱海でもね。うん。またお前らかよ。本当に。いい加減にしてもらいたいっすよね。ちょっと順番に見ていきましょうか、えー。土石流の起点となった付近では、過去にも土砂災害が起きていて、熱海市から土砂の撤去を求められた当時の土地所有者が撤去に応じていなかったことが分かりましたと。 撤去に応じなないいってどうううことなんだろう、えー、熱海市の土石流をめぐっては静岡県が起点となった付近の森土との因果関係を調査していますと、えー、熱海市議会の議事録によれば2007年にも今回の現場近くで土砂災害が発生して 市の施設が埋没。で市は当時の土地所有者に土砂の撤去を求めましたが、これは自然災害だから我々はやる気はないという趣旨の回答をしていたことが分かりましたと。でその後、土砂は市が撤去してたんですよねで。市の担当者はそのような事実があったことは間違いないとコメントしていると。まあ、要は何かっていうと、起きる、起こるべくして起こった人災だってことですよね。うん。いやー、ひどいですね。うん。 でもさ、よくよく考えたら、この告発したり内執行したりしていなかったってことは、死のせいじゃないのかな違うのかなまあ、それができない相手だっていうアンタッチャブルぶりっていうのかなまあ、日本の安部とか、ね、知部だったりもしますかね、この辺はね。うん。でもなんか、あの、川勝知事は断固として天才みたいな、なんかそういうこと言ってるんでしょうん。 さて、じゃあ、火事場泥棒のお話行きましょうか。ほんと不愉快ですよね。何考えてんだよな、マジで。うん。いや、ありえないよね。うん。みんな困ってて、みんな大変な目に遭ってるところに、盗み働きに行く神経がわかんねえよな。 えーとルスタ区の空き巣被害も、ね、もうすでに被害出てるんですね、えー、避難者多い熱海伊豆山地区で警察がパトロールを強化してるそうですけど、これね、警察の人たちも頑張ってくれてるとは思うんですけども、ね絶対もう撮りたい放題でね、もうなんか、ひゃっはーしてるバカがすげえいっぱいいるだろうな。 500人以上が避難生活を送っている静岡県熱海市の被災地では多くの家が留守になっていて、まあ、警察が空き巣対策としてパトロールを強化していますと大勢の人が自宅を離れ避難生活を送っている熱海市伊豆山地区地区の住民によると人がいない留守の家を狙った空き巣の被害が起きているということですだからもう被害発生してるんですよね、うん で住民の方曰く、まく当たり前ですよね人として考えられないですよねできることならそういう被害がないよう見張りを立てたりしたいと思っていたんですけど、えー、身の安全とかそういう安全面で警察にもそういうことはしないでくれと言われちゃったのでああ、なるほど下手に素人が、ね、懐中電灯を持って見張ってると、ね、な怪我でもしたら大変だって言うんだ。 そうですねおそらく強盗団、窃盗団、ね、来るはずですから多分個人じゃないでしょう、乗り込んでくるやつらも、うん、ひどいですね、だから警察も空き巣を防ぐためにだ24時間態勢でパトロールを強化している、本当だったらね。うん もう普通にさ、日本国民の発想として、ありえないよね。うん。だからもう、これも法改正していいと思うんですよね。うん。あの、結局、ね、犯罪者に人権なんかないんで、ね、こんな火事場泥棒を働くやつなんて、ね、最低でも無期懲役。ね、ででも僕は個人的にね、もう即死刑でいいと思いますけどもね、もう刑法も改正しましょうよ。なんで今までやらなかったんですかね。うん。 まあ、立ち入り禁止区域指定してさ、ね、この電柱に防犯カメラ設置してさ、ね、うん、監視するとかさ、うん、まあ、それでも多分十分ではないと思いますけども、うん、いやー、しんどいなこれ。だもう、相手は多分、こう、武装している窃盗団、強盗団だと思うんで、ね、うん、だからやっぱり、こう、んおまわりさんもパトロールするときって、一人では動かないんでしたっけ二人とか三人とかなんでしたっけちょっとよくわかんないですけども、 わかんないですよね。おまわりさん、えだって、ん昔じゃ、僕が子供の頃とかちょっとね、普通じゃ考えられなかったんですけど、今時、えどれぐらい前からかな普通におまわりさんに向かってくね、やつ、ね、結構いますもんね、普通に。うん。ちょっとね、なんかおかしな世の中に、えー、なっちゃってきてますよね。残念ながら。うん。どうなんだろう、これ。 やっぱりさ、この災害救援とかこの取材とかでもいろんな人たちがいろんなとこから入ってきてますよね。うん、だからほら、普段見かけない人であってもね、うん、あ、なんかこう、ボランティアの人なのかなと、ね、そっち方面の人なのかなって思っちゃうかもしれないし、ね。わ、うん、かりにくいっちゃわかりにくいんですけども、ね、なんかそれをこう、悪用しているからね、このやらかす奴らって必ず。うん。 でもさ、ね、この東日本の時も、な、え、ん、ー、だったらこの阪神・淡路の時もそうでしたよね。な、うんであの国のやつらが異常に多いんですかね。そう災害の時によくあるこの近隣からの犯罪者大集合ですよね。うん、いやー、これ撤去して入れてるやつとかいたりするのかなわかんないですけども。なんでこう、ね日本ってほら、ね、自然災害が多い国だから、もう毎年、ね、必ずどっかで ね、あの被災する被災地、被災する人出るじゃないですか、ね、これはもうなんだろう、どうすることもできないんですけども、でこんな時にに、ね、泥棒とかね本当恥を知れていたいですよね、まあ、恥を知らない人たちだからしょうがないのかもしれないですけど、だからもうやっぱりね、本当にいい迷惑ですよねうん、絶対許せないですよね。災害時ね要は わざわざね、このなんかこう震災とかさ、ね、こう自然災害が起きてさ、被災地にね、片付け手伝いに行くとかじゃなくてね、泥棒働きに行くやつが毎回出てくるのが意味がわかんねえんだよな、本当に。確かさ、熊本の時だってそうだったよね。被災地でこの避難、避難報道が出ると必ず動くよね、こいつら。うん。 ね、実際、熊本地震の時でもさ、金庫とかさ、あの大型家電なんかの盗難が起きてたじゃないですか。で、この住民の方々がさ、独自でこの自警団作って、庭先でテント暮らししてたりとか、ね、そういう人もいましたよね。うん。だから、こう、他県のさ、ね、あの軽トラとかレンタカーが来た時は、もう用心するしかないですよね。で、もう写真、写メ撮るのも忘れないようにしないと。ね まあももううなんかもう僕とかね多分ご覧になってるあなた絶対来るなって予想してたと思いますけど案の定来ましたね。うん、なんかもう火事場泥棒はさなんかもう一般のこのね空き巣とかと同じ扱いじゃなくてさなななんんかここううだろうなこの罰金とか罰金じゃ済まないか懲役ね、うん、一般の空き巣と比べたらもうなんか3倍とか4倍ぐらいもう重罪扱いにしてね、うん、ビシバシ取り締まって処罰していかないとダメだと思うけどな。 いつになったらさこの火事場泥棒剤、ね、新設するんだろうもうなんかとっくの昔にねできてないとおかしいと思うけど。 ね、災害時の窃盗、ね、災害時の,この強制わいとかさ、強姦とか、ね、もうさっさと作りましょうよ。ねうんまあ、簡単ではないのかもしれないですけど、ね、ざっくりと、ねうん、この災害時っていうのが加わったらさ、ね、懲役なんか2、30年追加で、うん、もうなんか厳罰、うん、もう死刑も適用していいと思うけどな、内容によっては。うんね、災害で人が、ね、家を失ってると聞いて、空き巣狙いとか、 どう考えても日本国民のメンタルじゃないんだけどな。うん。まあもうね、正体はね、うん、ほぼほぼ日本国民はみんな分かってますけども。いや、重罪ですよ。ね、厳罰適用じゃないと。うん。まあ、あの国のあの人たちももちろんですけども、最近ほら、ね、去年とか一昨年とか、ここに、ね、ここ何年か、あの、野菜とかさ、家畜盗んだり、部屋で豚さばいたりなんかしてるね。うん。 あの人たちの可能性も高いよね、うん。もう考えたらさ、日本でなんかこうやらかす外国人ってもう心当たりが多すぎて、だからなんかね、あの、なんていうのかな、そのマイナスイメージがどん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 先行してきますよね。いや、嘘でたらめとか妄想とかじゃないじゃないですか。ね、実際やらかしてね、ね、うん、やられた被害者が続出してるんだもん、仕方がないですよね。うん だからこう例えばね、うん、この地方とかでこう排他的なあそういうこうね、あの捉え方をしちゃう人がいるのも、あこういうニュース見るとやっぱりなんか気持ちわかりますよね。うん、よそから変なやつに来て欲しくないもんやっぱり。うん。まあなんだろう、被災地にそうだな。うん。 自警団か。やっぱ自警団必要なんですかね。うん。なんか戦後みたいですよね。うん。自警団組織するしかないんですかね。うん。なんか残念な、ね、残念な話でしかないんですけども。本当迷惑だよな。ということでね、えー、一日も早く、なんかこう、平和な暮らしをね,しね、取り戻すことができるようにね、お祈り申し上げます。本当なんか、こいつらっていうか、もうお前ら、ほんと迷惑だよ。 ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。